お肉疲れると歩きにくいよ開いましょう魔法の草だねすごい魔法っぽい気がするし植物見つけたよしょリリー、これなんて名前だっけ

こっちだ全力だくらえ 亚武座，霍 来た来た天才的な考えいい感じワクワクいざご会長キノコは注意前庭に生えてたキノコ食べたら地獄見たから 次の予定は にだってっきりなのうくらっちゃえはやわざはっ ふう、えー、こんなもんだろうあこ怖かった。 っ,つってお金持ちでイケメンなのに残念だよねおまメントムかっていうかこの…調合で使えそうだね <laughs> どんなの作ろうかな できた粘土のリリーあどうして握りつぶすのおいいものめーって全力精一杯頑張ります守ってみせる <laughs> あっ えー、こんなもんだろうああこわかった我れながらいい考え生活費の足しになれ ちの材料ってよく使うよね絶対無駄にはしないから何があるかな何があるかな精一杯頑張ります 俺が代わりに。<laughs> こっちだ。思いっきり。<laughs> はっ。<laughs> 受けてみろ <laughs> はっ <laughs> 守ってみせる <laughs> 全力だうう、えー、こんなもんだろうあこ怖かったいいかワクワクいざごかいちょこれ役に立ちそういいもの作れるといいな。

お茶でも飲みに来たの分かった遊びに来たんでしょ新しいカードゲームあるけど一緒にやるい,いえそういうわけではありません 今日は二人に、先生、布告をしに来たんです。はああアトリエ・ボルテールのアルジして。そして。ごにょごにょとして私は。あなたたちには、負けません。ただ、それを伝えに来ただけです。それでは。 いきなりすぎてわけわけからんでも宣戦布告されたらリリー気を引き締めていこうルーシャには絶対負けたくないもんうんそうだね頑張ろう 新しいレシピに挑戦挑戦 次は何するんだっけ なに何作ろうどれ作ろう 直売で一味加えようさて、どれを使おうかなこんな、いざ、調合まだまだこれから よう、二人とも遊びに来てやったぞうえこんな時間から遊びに来るなんてやっぱりマティアスって無職なんじゃスーちゃんこのままじゃダメだと思うのなんとかしてマティアスさんに働き口を だから無職じゃねえってば騎士団の遊撃部隊だから非番が多いの分かって本当に非番なんですか非番じゃなくてサボりなんじゃあもうどうしてリリーの評価がこんなに低いのかな まあ、それはいろいろあるから諦めてねどうしたのアトリエに来るなんて珍しいじゃんああ実は錬金術に興味があってな二人に見せてもらおうと思ったんだああそういうことならかまいませんよよしじゃあリディは調合お願いその間に 私はお茶を入れてくるねはーいそれじゃあまアスさんこっちにえっとですねまずは材料を入れて釜の温度を調節します お錬金釜って本当に窯なんだなこれからものが出てくるとは信じられん <laughs> 私も最初はそう思ってましたよしあとは中身をかき混ぜれば。 煙が出てくる、と。奥が深いな。 引き続きお茶の方を入れさせていただきますうえ最初から二人で一つずつこなせばよかった <laughs> なるほどなあいつら一人一人はまだ半人前なのか。 二人揃って一人前ねまそういうのも悪かねえなおてかっけおてかっけ 待ってたわよ双子ちゃんみミレイユさんなんだかすっごい悪そうな顔してますけどそうでしょうそうでしょうだって大絶賛悪だくみ中だもの 二人に今から抜き打ちの課題を出すわもしこなせなければランクを下げちゃおっかなえー、抜き打ちどどうしてそんなことふーんだ前に私のこと散々からかった罰よとっても恥ずかしかったんだから。 ブーブー応募だ講師こんだ何のことかしら私はただ制度に乗ったって課題を出しているだけよグぬぬ、まったく手応えがない。 を棒で叩いてるみたい相手が悪いよ諦めよえっとミレイユさ課題の内容ってズバリゼッテルを作ってくることよそれも品質の高いものじゃないと認めないわうん 思ったよりしっかりした課題だランクを下げられるのは嫌だしなんとかしてこなさないと 次の予定はえっと次の予定は 先は何つか がい,いかなさてどれを使おうかなこれで平気よし始めますこの調子なら。 よしよし順調だね ちょっと,ょっとこれでさあきれいに仕上げちゃおうよしとりあえずできた錬金術にも慣れてきた なんて、画家でもあったよねそういえばってなんだ、そういえばって。俺はいつだって、画家兼錬金術師だぞ。まあ、それはどうでもいいんだけどさ、不思議な絵って知ってるお前、それどこで聞いた 人が噂してふて、うんで質問に答えるとだなもちろん知ってるぞ不思議な絵というのは錬金術を利用して作られた内部に別世界を内包している絵画のことだ。 幾多の錬金術師が作成を試みてきたが成功例はわずかそれいえ残存数も少なく市場では高値で取引されるその存在が実際に知られてきたのはここ数年だなそれ以前は存在しているという噂だけが一人歩きしてたちなみに初めて不思議な絵を描いたのはネージという女性の錬金術師で。 ストップストップ一気にまくし立てられてもわからないよでも驚いたお父さん不思議な絵のことすっごい詳しいんだねそれはまあなんて言ったって画家兼錬金術師だからねあじゃあさもしかしてなんだけど。 地下室にあるのも不思議な絵なんじゃないそうだよ私たたち前に絵の中に入ったって言ったでしょ絵の中に世界が広がってるってことはいやないな あれは俺が描いた絵だぞ俺の絵が不思議な絵なはずないだろう <laughs> なんでそんなに自信たっぷりなのとにかく絵の中に入ったっていうのはお前たちの見た夢だすっぱりと忘れることだな。 作戦失敗…でもあの絵のことは絶対諦めてやんないんだからいい感じ目的地は気の向くままに 次は何するんだっけ さて行き先は 言わなくてもいいじゃねえかよにじじんごうにんあ、あははえー、っと今度はどうしたんですかああ、ジョーちゃんたちが持ってるもんそれを使えば武器を改造できそうな気がしてな武器を改造 ですかああどんなかんじかっつうと。 そんなこもちきるんだ町や町の乱改造すればもっと嬢ちゃんたち好みの武器になること間違いなしだ失敗するなんてヘマはしねえからやりたくなったらいつでも言ってくれよ 新しいもんをし、どの武器を改造するんだつけるパーツを選んでくんな。つけるパーツを選んでくんな。どの武器を改造するんだ武器を作るのか。で、どれにするんだ材料を選んでくんな。 材料を選んでくんな目的地は気の向くままに さて、どうしよう、リディ君。このままだと爆発するわけだが。 言われてもねーあははは、<laughs> まあ無理笑顔で言うのやめてー 緑の中和剤を入れなさいほら早くえっははいえ収まったふぅ、危なかったわねその調合引っかかる人が多いのよ ありがとうございまます。助かりました。本当にいいときに来てもらってウフ <laughs> 外からこっそり見てたからねそろそろ釜を爆発させるんじゃないかと思ってはあ師匠の思った通りになったのかねねねなんか悔しい。 <laughs> 当面は手のひらの上で転がしてあげるわ。というわけでこれを受け取りなさい参考書…ですかわいろいろ詳しく書いてある。 ええ、次のステップに進むのに必要な情報はだいたい網羅してあるはずよこれを読めばそうねあなたたちの実力も二段階くらい上がるんじゃないに二段階も本当ですかそれ。 あら、疑ってるのなら試しに課題を出してあげるここに書いてある道具を作って持ってきなさいそうすればこの参考書が伊達じゃないってすぐに分かるはずだからうん分かりました やってみます。ええ、しっかりね。あ、もう釜を爆発させるんじゃないわよ。バイバイ。まさか。 わわざわざ参考書を持ってきてくれるなんてお父さんとは大違いだよあはは、お父さんは基本的に公認主義だったからねうん イル師匠が優しい師匠でよかった。見放されないように頑張らないとね。なるほど、こうなるんだ。ちゃんとわかってよかった。 新しいレシピ試してみよう。何に作ろう？どれ作ろう？ どの触媒がいいかな材料はっとこれで平気よし始めます ここしかないズバリ、ここだここに入れてみようよしよし順調だねここに入れてみようこれで丁寧にかき混ぜてよし とりあえずできたどの特性を残そうかなこんな感じわーい出来上がり 6倍がいいかなさてどれを使おうかなこれで平気 調子なら。 なかなか上手にできましたどんな職場が よしよし、順調だね。よしよし、順調だね。ここに入れてみよう。こんな感じで問題ない丁寧にかき混ぜて。よし。 とりあえずできたどの特性を残そうかな なかなか上手にできました新しいレシピに挑戦挑戦 アトリエの評判もだいぶ上がってきた気がするそろそろ次のランク試験を受けられそうかなそうだねミレイユさんに確認しに行ってみようよくできました